ご視聴ありがとうございます。今回もフィギュア開封をやっていきたいと思います。こちらです。はい、メガハウスポートレートオブパイレーツワンピースリミテッドエディションサボ被験継承になります。今回はこちらを開封していきたいと思います。よかったら見ていってください。はい、ではですね、まずはパッケージから見ていきましょう。こんな感じです。今回のサボって結構特殊なポーズしてるんですよね。で、高さがないので、ちょっと珍しい形状じゃないかと思います。とか言いつつも PFP って最近すだちっていうわけでもないので、ほんとさまざまな箱の形してますよね。でも相変わらず箔押しがあったりとかっこいい箱となってます。はい、ではですね、開けていきましょう。私リミテッドエディションってこれまでも全然買ってきてないんですよね。ということで初開封です。といっても私が動画を始めてからはあまり出てないっていうのもあるんですけどね。少し前だと一時期 BB ばかりでしたかね。あと使用どころもあまり出てないので優先順位低かったんですよ。でも今回サボですからね、持ってないのでタイミング良かったです。はい、では中身見ていきましょう。特に組み立てとかはなさそうですね。本体と台座はセットみたいです。で、武器だけ別付属になってました。では取り付けましょう。最近こういった形状を保ってくれる保護パーツみたいなのよくついてますね。ではまず棒を差し込みます。で、先っちょをつけます。よし、これで準備 OK ですね。はい、完成しました。あ、これ違った。はい、完成しました。ちなみにですね、私マキシマムエース持ってませんのでご了承ください。はい、ではですね、まず全体をいろんな角度から見ていきたいと思います。こんな感じです。はい、ということで今回のフィギュアは POP ワンピースサボです。私初サボです。調べてみると最後が SOC で2016年ですかね、5、6年ぶりの新作サボになるかと思います。で、一番最初って CB で2011年なんですね。で、2015年に普通のサボが発売したみたいですね。で、その数年前くらいですかね、もう私 POP の争奪戦に嫌気がさして一旦ですねフェードアウトしてた時期がありました。ちょびちょびは買ってたんですけどね。その頃から流通限定の定価販売になったり、割引もないし嫌だななんて思って買い控えてる時期がありました。でも今では定価なんて当たり前ですけどね。そんなわけで最近は結構また買うようになってきました。はい、ではですね、お次回してみるとこんな感じになります。で、私 POP 開封だと前回ドフラミンゴだったんですが、本当にたくさん再生をいただきありがとうございました。で、動画内でもですね、あまり自信がなくて、私ワンピースフィギュアコレクターじゃないのでこういう話もできないんですよね。で、 POP 開封動画ってかなり数も多いので今後どうしようかなっていうのも言ってたんですけど、見たいっていうお声をたくさんいただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ということで、今後もですね、作品に関して深くは語れませんが、フィギュア好きとして少しでも面白い動画を投稿していけたらなと思いますので引き続きよろしくお願いします。はい、ということで、そうですね、また最近彩色が公開されましたローなんかも買っちゃおうかなと思ってますので、そうですね、今後もなるべく取り上げていきたいと思っておりますので引き続き POP 動画もよろしくお願いします。はい、でですね、お次に近目にもして見ていきたいと思います。はい、で、今回のこのサボなんですけど、なかなか面白いポーズで立体化になりましたよね。少し前かがみになってますので奥行きも結構あるので、若干飾りにくい感じもあるのかなと思いました。で、理想はその後ろにマキシマムエースを置くんですよね。サンプルの画像とかも見ましたけど、これ奥行き何センチ必要なんですかって思うほどでした。でも私持ってないから関係ないんですけどね。はい、でもエースももうやばいくらいプレネになっちゃったみたいですね。いや、持ってる方羨ましいです。エースからのサボ、
バウンドマンルフィからのドフィっていう、まあ、組み合わせじゃないですけど、メガハウスさんの後出し発表にはこもったもんですよね。うん、まあ買わなかったのが悪いって言われたらそれまでなんですけどね。はい、すいません、この話は終わりにしましょう。はい、で、今回のこのサボなんですが、原型がユーボンさんで、彩色が安藤健二さんみたいですね。ちょっと前のおそばマスクとか、うん、一緒のタッグですかね。で、ユーボンさんといえば大注目のヤマトも原型されてますし、確かプレイバックのシャンクスもでしたよね。うん、ということで結構原型されている方になると思います。で、まあ、彩色は安藤健二さんということで、まあ、最近だとバウンドマン2ですとか、おそばマスク、ドフラミンゴなどとかなり多く担当されているかと思います。で、おそらくですね、今回もパールの彩色がすごいんじゃないかなと思いますので、うん、それはですね、この後画像で詳しく見ていきたいと思います。はい、ではですね、切り替えて見ていきたいと思います。で、まずはお顔がこんな感じになります。サボということで少し褐色気味の肌色になってます。うん、安室さんですね。なんでもないです。で、そうですね、まあ、さすがに見本ほどのマットな質にはなってないんですが、しっかりかっこよくできてると思います。このグーから覗き込む角度がやっぱりかっこいいですよね。で、髪の毛、これですね、特にパールとかにはなってないみたいですね。黄色と茶色のグラデーションになってます。はい、で、衣装なんですが、やっぱりこれ見どころは照り返し塗装ですよね。で、まずネクタイみたいな、これジャボっていうんですかね、これも炎に近い側がパープルのパールになってます。で、背中もまあそんな感じですかね。ただ色が似ているためか、なんとなくキラッとした質感になってます。うん、炎の光みたいな感じなんですかね。で、腕は、うん、普通なんですよ。まあ、グローブとかはしっかり色味変えてきてる感じですかね。で、右腕なんかは炎があるのに、うん、色が普通なんですよね。照り返し塗装があると思いきやなしでした。で、炎の手もですね、まあ、クリアはそんなに強くないですね。しっかりした赤でパールって感じです。で、先端はもうクリアを感じない黄色ですね。で、拳が、まあ、焦げたような色っていうのもこれかっこいいですよね。で、お腹あたりから下半身にかけてがすごいですね。照り返しの塗装、本当下から炎の赤い色を当ててるんじゃないかと思う色味になってます。これを塗装で再現しちゃうっていうのがすごいですよね。いや、このあたりが本当一番見応えがある部分に感じました。で、武器の鉄パイプですね、これもザラついた感じですとか傷なんかもありまして、で、下の部分は、まあ、炎に近いためかほんのり赤みがかった色になってます。はい、で、最後は、まあ、台座兼エフェクトなんですが、これもですね、まあ、手と同じで透明感の強い赤ではないですね。しっかりとした色でかなり熱く見えそうな色味になってます。で、まあ、根元ですとか端となるような部分は黄色に塗られてます。はい、で、今回POP といえばな台座はなしですね。これあったりなかったりですよね。ルールとかあるんですかね。ちょっと気になりました。はい、そんな感じですかね。で、最近ですね、でかい POP ばかり見てきたのでかなり小さく見えましたね。スケールとかはまあ違いはないと思うんですが、マキシマムの迫力がありすぎて最初開けた時あれなんて思っちゃったんですが、まあ、でもやっぱり POP ですね。さすがです。しっかり作り込まれている本当にかっこいいフィギュアでした。やっぱり安藤健二さんの塗装がすごいですよね。うん、本当改めて実感しました。いや、今回のフィギュアも本当かっこよかったです。はい、ではですね、最後にもう少しだけ映して終わりにしたいと思います。うん、今回は炎エフェクトですからね、ライトで光らせたり赤い背景にしたり、うん、いろいろやっていきましょう。うん、本当炎エフェクトはフィギュア映えしますからね、かっこよさを倍増させてくれます。で、そしてやっぱり安藤さんの彩色ですよね。いや、今回も本当に美しかったです。で、もちろんサボ自体の出来も良かったですし、さすがメガハウスさんの看板ブランドですよね。今回のサボもとてもかっこよく仕上がってました。はい、で、うん、そうですね、サボ自体現状あまり出てこない、うん、というか、まあ、いろいろ言うとネタバレみたいな感じになっちゃいますかね。うん、まあ、でもよくわからないし、ネタバレも何もないですよね。うん、で、まあ、ワンピースもついに最終章ですからね。いやー、サボどんな登場の仕方ですかね。そうですね、
フィギュア持っててよかったっていうような展開になるんじゃないかなと思ってます。はい。で、前回のドフラミンゴ、なんか噂によると全然高くなってないみたいなんですかね。POP って、発売して大概しばらくは大量放出される印象なんですよね。ということで、もし今回のサボですね、これ予約してなくて、まあ、気になってる方いらっしゃいましたら、まあ、あまり買い方的にはお勧めできませんが、定価付近で買えるチャンス全然あるかもしれませんので、調べてみるのもいいかもしれないです。今回の動画少しでも参考にしていただけたら幸いです。はい。で、POP だと、もう次はアシュラーゾローですかね。もう早いもんですね。現状9月発売予定とのことです。で、まあ少し延期するかもしれませんけどね、秋くらいにはまた新作 POP の開封動画投稿できるかと思いますので、よかったらぜひまた見に来てください。はい。で、あと7月末のメガホビーエキスポでも、シャンクスの彩色と、あとまた新作マキシマムが来るんでしたっけ。で、まあ、そしたらいずれ展示も始まると思いますし、そうですね、それも始まり次第撮影して動画投稿もしていけたらと思ってます。まあ、ということで今後もですね、 POP は開封に展示に情報に、たくさん取り上げていきたいと思いますので、これからも本当よろしくお願いします。はい。ではですね、そろそろ終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。この動画面白かったらぜひとも高評価ですとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では以上になります。今回はメガハウスさんで POP リミテッドサボの開封でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。